こんにちは大和ですえギターを弾いていない時は弦を緩めた方がいいの緩めなくてもいいのといったご質問をよく受けるんですけども今日はこういった質問にお答えしていきたいと思いますえ弦を緩めた方がいいのか緩めない方がいいのかっていうのは状況によって変わってくるんですね例えば毎日弾くギターであれば緩める必要はありませんでもしばらく弾かないなとかっていう場合はえ半回転ほどペグを回して緩めた方がいいかもしれません なんで,で半回転かっていうとあんまり緩めすすぎるとですね、ネックが逆反りしちゃうんですね。このネックって、あのーまあ、弦が張られてチューニングされた状態だとこっち側にこう引っ張られたような、あのー、状態になってるじゃないですか、まあ、そういう負荷がかかってると思うんですけども何にも負荷がかかってないとちょっとこっち側にこう曲がるような感じで作られてるんですね。 で引っ張られて初めてまっすぐになるみたいな感じで作られてるんであんまり弦をこう緩めすぎちゃうと逆反りしちゃうんですよそうすると今度音が詰まったりとかしちゃうのである程度やっぱ引っ張っといた方がいいんですねなので半回転ぐらいがいいかなっていう感じですね、まあ、ちょっと一回やってみましょうか、まあ、この状態から半回転っていうとこんな感じですねまあ4分の1回転ぐらいでもいいかなと思いますだあんまりえっ、ー、と この状この状態からこれはちょっと緩めすぎですねなのでこの状態からこれで大丈夫ですで全部の弦こういう感じで緩めてってもらってもう1回ずつで大丈夫ですこんなもんでいいかなと思いますただネックの頑丈さネックの太さ張っている弦のゲージなどによっても変わってきます まあ弦のゲージなんですけども、えっと、メーカーによっても、あの、多少太さは異なるんですけども、大まかな目安を言ってきますね。エレキギターの場合は、09から42のゲージだと細い弦ですね。で、10から46だと中間の太さ。11から48だと太いゲージの弦になります。アコギの場合は、10から47が細い弦。12から54。 が、中間の弦で13から5。6が太いゲージの弦になってます。頑丈な作りのネック、そして太いネックの場合はまあの太い弦じゃなければ張りっぱなし。でもあの緩めなくてもいいんじゃないかなと思います。今僕は持ってるギターがですね。これローデンっていうメーカーの、えー、ギターになるんですけども。 ネックの作りもも頑丈だし太さもかなりあるんですねあのかまぼこみたいな感じの作りといいますか太さなんですけどかなり太いので、まあ、作りも頑丈だからこのギターの場合は基本緩めてないですねただですね今張ってる弦がですね実はこれ太い弦張ってるんですよなので、えー、まあレギュラーチューニングの場合はまあ毎日弾く時は緩めないんですけどあじゃあ多分明日とか明後日弾かなそうだなって時はちょっとだけ緩めたりしてます もしこのギターに中間の太さの弦とか細いゲージの弦とか貼る場合は多分もう一切緩めずにずっとレギュラーチューニングで貼りっぱなしにしちゃうと思いますでもこの太いゲージの弦を貼ってたとしてもですね例えば半音下げチューニングにしてたりとかオープンチューニングにしてたりとかっていう感じでですね、まあ、チューニングをちょっと落としてる場合は緩めずに貼りっぱなしでもいいと思います ま細いゲージの弦であれば基本どんなギターでも弦は緩めずに張りっぱなしでも大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどもえ中間の太さの弦の場合ですね、まあ、僕は基本緩めないんですけどもえアコースティックギターの場合ま特に日本の気候に弱いとされているマーチンとかギブソンとかのギターの場合は少し弦を緩めた方がいいかもしれません。 なんでかっていうと、まあ、それらのギターはですねちょっとネックが反りやすかったりとかあとはですねトップが膨らんでしまう可能性があるからですね。トップっていうのののはこの面の部分ですね。 この面の部分がトップっていうふうに言うんですけども弦が張ってある状態だとこのトップとかブリッジがですね常にこっち側にこう引っ張られたような感じになってると思うんですね、まあ、そういう力が加わってると思うんですけどもそうするとですねこのボディートップのですねこの辺がですねだんだんとこう膨らんできてしまう現象ですねボディートップが膨らんでるっていうふうに言うんですね。 大半のアコースティックギターはですねフラットトップっていってこのトップの部分が真っ平らになるように最初設計されてるんですけども一部のギターはですねアーチトップっていってこの中央の部分がですね若干こう膨らんだような設計になってるモデルもあるんですねなのでまあ自分の持ってるギターがですねアーチトップなのかフラットトップなのかっていうのを一度検索して調べてみてもいいかなと思いますまあ多分すぐ出てくると思いますんで。 まあフラットトップのギターだからってこう完全にこのトップがですねやっぱ使っていくうちにあの少なからずトップってやっぱ膨らんでしまうものなので,でそれが行き過ぎてしまうとあのこの部分がこう持ち上がってきてしまうので弦高が高くなってしまうんですよね。 えーまあ、この部分が上がっちゃうのでこの辺が特にこう高くなってしまいますよねなのでハイポジ引いた時に音がこうパスパスするというかボーンっていう感じになっちゃう、まあ、ポーンっていう感じっていうんですかねとか、まあ、すごく弾きにくくなってしまいますのでまあまあ,あの行き過ぎないように、まのまあ、常日頃ですねこうやって触ってあれなんかやったらボコッとしてきたなと思ったらちょっと緩めるとかっていう感じですね。あのまあ、そののギターが今辛い状態なのか はたまたあ弾いててすか音がこう悪かったりとか詰まったりとか弾きにくいなって感じたら何かしらネックかトップに多分変化が来てると思いますんでまあ人によってはこのフラットトップのギターでもあの若干トップが膨らんでる方が音がいいよねとかっていう人も結構多いのであのまあ若干の膨らみは気にしなくてもいいかなと思います。 ま、エレキギターの場合はトップが膨らむとかっていうそういう現象はないので、あのー、その辺は気にしなくて大丈夫ですね。まあ、こういった感じで、えー、ギターによっても設計は違いますし、えー、張ってる弦によっても状況は変わってきてしまいますので、えー、一言で弦は緩めなくてもいいとか、緩めた方がいいとかって言い切ることはできないんですね。えー、一番いいのはまめに弾いてあげることです。 まあ、例えば新しくギターを購入して、えー、5年以内の新しいギターとかの場合はですねかなりネックが反りやすい状態なんですねこれは高いギターとか安いギターとか関係なく新しいギターってそういうもんなんですよ特に、えー、梅雨のシーズンとかえっ、ー、とまあ秋冬の乾燥のシーズンとかはですね、まあ、ほぼ必ずネックは動くと思います、まあ、それがまあ正常というかまあ普通ですねほとんどのギターそうなりますね で、豆に弾いてあげてればあれなんか最近弾きにくくなったな抑えにくくなったなとかこの辺弾いてると音詰まるなとか音がこうバズるな、まあ、バズるってこう強く弾くとこうフレットにこう当たってビリビリビリってなるんですけどこれバズるっていうんですね、まあ、こういうのがこうひどくなったなとかっていうなんか変化が感じられると思うんですよそしたらですねめに調整してあげてください、まあ、調整はですねあのネック調整だけで済むと思います、まあ、この後ちょっとどんな感じなのかっていうのも簡単に説明しますね ま、そういった感じで、まめに弾いて、で、まめに調整してあげてっていうのをですね。繰り返していけばですね。まあ、五年ぐらい経てば、だいぶギターが安定すると思うんですね。まあ、安定するっていうのは、あの、まあ、大きく順反りとか、大きく逆反りにならないっていうような感じですね。なんで、まあ、張りっぱなしでも、ほとんど動かなくなったりします。えー、まあ、ギターを育てていくっていう感覚に近いですかね。 あの何もリペアとかしないで5年経ってからいきなりリペアしてもなかなか落ち着かなかったりするんですよ。とかあとはリペアにすごいお金かかっちゃったりとかする可能性もありますしね。なのでまあ1年3年5年10年とですねギターたくさん弾いてもらって何か変化があればすぐに調整するまめに調整するっていうふうにすると音もですねだんだんこなれていい音になってきますしまああの自分用の最強のギターが仕上がると育てられると思いますので。 まもそしてるうちにギターもどん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 上手くなるから、まあ、一石二鳥ですよねただ中古で買った古いギターとかの場合はですねそんなに太い弦張ってないんだけどあのすぐネックが反ってきてしまう。 で直すんだけど、また反ってしまうみたいな、えー、癖になっちゃってるようなギターもあったりするんですね。また、あ、あ,あのそういう個体もあると思うんですよ。個体差もあると思うんですね。で、そういった場合はえっ、ー、とまあ、弦のゲージをですね。一つ下の細い弦にですね。あの落としてもらったりとか、まあの引かない時はなるべくちょっと緩めるとかっていう風にですね。あの対策してもらえるといいんじゃないかなと思います。 まあこんなこと言われるとネックが弱いギターって嫌だなって買いたくないなって思われるかもしれないですけどまあ確かに嫌は嫌なんですけどその設計じゃなないいと出ない音ってあるんですね例えばマーチンだったらマーチンの設計があってあの音が出てますしギブソンだったらギブソンのあの設計があってギブソンの音が出てますしまあこのギターもしっかりですしヤマハとかいろんなメーカーありますけどやっぱりあの自分の。 例えば欲しい、えー、ギターがですね、えー、ネックが強い設計だったらいいなって感じなんですけど、まあ、それがちょっとあのネックがあんまり強くない、えー、ギターだとしてもですねもうその設計じゃないとその音出ないのでもうそこはもう飲むしかないですよねうまく付き合っていくしかないと思います。 まあ、あんまり太いゲージの弦を張らないとかまめ、えー、に弦を緩めてあげるとかですね、えー、あとは、まあ、弦は緩めないんだけど、えー、5年10年かけてまめ、えー、にネック調整とかしながらですね、えー、大事にギターを育てていくとかですね、まあ、自分に合った、えー、ちょうどいいですねギターの向き合い方を探してみてください。 では最後にネックの見方まあいろいろあるんですけどもあの一番簡単な方法やってみますねまず1フレット押さえてくださいとりあえずまあ6弦にしましょうか6弦の1フレット押さえてもらって右手の小指で最終フレットですね一番右側のフレットを押さえてくださいで人差し指で12フレットあたり12フレットにしておきましょうをトントントンって叩いてくださいでこの時にあのこのフレットとこの弦の間に隙間が全くなければ逆ぞりですね で隙間が大きければ順りになりますわずかに隙間があればほぼまっすぐかなっていうような感じですねそのわずかっていうのはコピー用紙1枚入るかなみたいな、えー、隙間ですねちょっとコピー用紙持ってきてやってみますねコピー用紙持ってきたんでやってみましょうで左手と右手も使うのであのうまいこと口とか使ってやってみましょうまず小指で最終フレットを押さえて、まあ、12フレットのところに紙を入れたら口で挟んで。 左で押さえますうんそうですねスカスカじゃないけどキチキチでもないかなっていうような感じですねでこのギターですね今、えー、とネックはですね、まあ、かなりまっすぐに近いんだけど若干順反りなんですねなのでまあ今ぐらいでいいかなっていう感じですねこのコピー用紙がキチキチだったら多分本当にどまっすぐだと思うんですよただですね僕は えとど真っすぐよりもほぼ真っすぐなんだけど若干順反りの方が好きなんですね。で、えー、とサドルとナットは低くセッティングしてあります。でネックは真っすぐよりも若干順ですね順反りですね。7位ととこのの1,2,3,4フレットとかの あのー、6弦あたり弾いた時に音が結構詰まったりとかバズったりとかしちゃうんですよ。あの、心当たりある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、基本は低めに設定されてるんだけど、ネックは若干順っていうのが、ま、僕の、ま、ベストセッティングですね。まあ、人によって、あのー、自分のベストセッティングって変わってくると思いますので、まあ、ま、今のはあくまで参考程度に、あの、聞いていただけたらと思います。まあ、自分のギターがネックがまっすぐで、今ちょうどいい状態なんだよなって時に、まあ、1フレットと。 最終フレットを押さえた時に12フレットあたりでどのぐらい隙間があるのかなっていうのを覚えておくといいですねあな,なら写真撮ったりとか動画に残しといてもいいかなと思いますメモでもいいですしねそれでなんか弾きにくいなとか感じたらこれでちょっと測ってもらってあれなんか前より隙間空いてるなとか隙間なくてぺったんこうペッタンコになってるなとかっていう状態になってればネックが動いてる状態なのであの反っちゃってる状態なのでトラスロットを回してネックを直してあげましょう。 まあ、トラスロットっていうのはこのネックの中に仕込まれてる棒みたいなやつなんですけどどうやって回すかっていうと、まあ、ギターによっても違うんですけどあの大体のギターはこういう六角レンチですねを、えー、刺して回すって感じですね、まあ、このギターの場合はこの中にあるんですけどこう刺して回すみたいなで回す時はあのチューニングちょっと緩めてからやった方がいいですねで、えっと、ギターによってはこっち側にロットがあったりするものもありますし ストラトの場合は、えー、この裏側のこのプレートのところに4つネジがあってでこれ回すと外れるんでそうするとこのボディとネックがガッて外れるんですねでそしたら、えー、ちょうどこの部分ですねこの部分に十字の溝があるんでそれを、えー、マイナスドライバーで回して、えー、ネック調整する感じですねでロットを回す方向は順ぞりだったら右回し逆ぞりだったら左回しですね、まあ、順ぞりはこういう状態ですね あの原稿が高くなっちゃってる時は右回し原稿が低くて音が詰まってるなーっていう場合は左回しっていうふうに覚えてください。 で回す時は一気にガッガッガッって何回も回すんじゃなくて一度に回すのは45度ぐらいにとどめといた方がいいかもしれませんまあ,あの慣れてる方はですねあのあこんぐらいだなって多分わかると思うんですけど初めてやる方は回しすぎるとあの戻したいどころかそのさらに奥行っちゃって順ぞりから逆ぞりに行っちゃったりとかですねしたりとかしますんで,でなおかつ回した瞬間でもちょっと ネックって移動すするんですけどあの動くんですけどまた1日2日経つとさらにまた動いたりとかするんですよなので一回45度回して、まあ、1日2日様子見てからあの足りなかったらもう一回回すっていう感じにするといいんじゃないかなと思いますであの新しいギターだったらスッってこう気持ちよく回るんですけど古いギターだとロットが錆びててうまく回んんない時とかあるんですねそれを思いっきりガッてやっちゃうとロット折っちゃう可能性もあるのでそういった場合はあの怖いなっていう場合はあのお店に持ってった方がいいかもしれないですね ということで今日の動画は以上になります、えー、皆さんの参考になったら嬉しいです動画のご視聴ありがとうございましたこのチャンネルではギターに関することギターのレッスン動画を主に配信していますのでもしよかった参考になったよって方はいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしますどうもありがとうございました